はいおはようございますでは速化塾ニュースもお伝えしておきますえー、と3月28日ですねもうそろそろ3月も終わってきますけどもこれからますますね春になってきます春は交絡のシーズンでもありますし人によってはですね新しい出会いや恋愛をまあ、始めていくとで既にパートナーがいらっしゃる方ご結婚されてる方も改めてですね自分のパートナーにまあ、恋してみるのはいかがかなと思いますその中でですね自分を振り返ってまあ、男性視点にはなるんですけどもあの女性が男性に対してこうなって欲しくないなっていう点を をまあを5点にまとめてみましたんでねちょっとここで報告しておきたいと思いますまず1つは女性が男性に対してこうなってほしくないなっていうのはまあ、優柔不断ですよねいつまでたってもなかなかか結論が出ないと多少強引にこうしましょうという,ふうに引っ張っていただければ女性は安心して、まあ、ついていけるのかなと思いますである意味ですねある意味あの女性っ,てのはやっぱ女性というのは、ね、男性も女性もですけども責任を取りたくないわけなんですよ。よ 責任を取りたくないんで、責任を取ってくれる、温度を取ってくれる人に信頼を抱くということがあるそうです。ただ、そういう感じで見るとですね、男性が、じゃあ、今日のランチはこれにしようとかね、今日は、あの、お肉にしましょうとか、ラーメンにしましょうとか言って、えー、いただくのはすごい助かると思うんですよ。例えば女性が決めて、女性がランチを決めてね、食べたと。美味しくなかったら、ごめんなさいね、っていうことになってしまって、ちょっとこう、まぉ、まあ、たどらしくなってしまうところもあるんで、 決めてもらえば楽なのになっていうところがあるのかなと思いますけどね。どうなんでしょうかね。私はもう自分でバン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 決めてしまうんですけども。で、えー、まあ批判も全然 OK というね。かすり傷だと思ってますんでね。で、自分の意見を言わないっていうのも二つ目ですね。女性から見て、えー、男性、そうそう、リーダーシップなんですよ。自分の意見をはっきり言うと。 でも、強引ではなくて言い方なんですよね。ええー、とこう感じさせ方なんですよね。不愉快を感じさせるように男性が自分の意見を言ってしまうと、それは面白くないことになってしまいますので、だからやっぱりコミュニケーションの仕方を覚えないといけないかなと思います。二つ目はだから自分の意見を言わないってことは女性から見て男性の頼りなさを感じさせることなのかなと思いますよね。で、三つ目は誘ってこないっていうところがあるそうです。やっぱり男性はいろんな場面で、えー、いろんなね、えー ものを誘う,誘うと言いますかね主導権を握っていくって言ったらちょっと強引な言い方になっちゃいますけども足をこうしようっていうふうにまずは自分のベクトルを示すこともそれが大事なのかなと思いますよね。 で、一体この人、何を考えてるんだろうどうしたいんだろうっていうふうに女性に思わしてはいけないのかなと思っています。で、4点目なんですけども、なかなかあデートの約束が決まらないと。これはだから、恋人同士もそうですし、友達になったばかりの関係でもそうですし、ご夫婦になってもそうですけども、今度の日曜空いてると。日曜空いてるんだったら、こう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 しようよ、と。 もう久しぶりにデートしようよって、デートって言葉を使ってもいいかもしれないですね。特に、夫婦生活を長く続けてると、恋人のようなね、あの、すいません。自分で言っててちょっとね、恥ずかしくなっちゃいましたけども、恋人のような言葉遣いがなくなってしまうんではないかなと。いわゆる慣れてしまって、えー、あ,あの、悪い意味でね、慣れてしまうんではないかなと思いますんで、初々しさを男性から演出して、ちょっと照れるぐらいのことをね、投げかけてもいいんではないかなと。例えば、まあ、 出かけて帰ってきた時に今日ちょっとホームセンターやったらさ綺麗な花が咲いてたんでいやなんか送りたくなっちゃったんで買ってきたよみたいなことでねお花を買ってくるとか美味しそうなケーキを見つけたんで、まあ、ちょっと今更恋人気分も恥ずかしいんだけども、うん、今日プレゼントみたいな形でね何気ない日に、えー、プレゼントをしていくとかっていうのはあいいのかなと思いますけどね、まあ、私もそういう風にしていこうかと思いますんででえー、っと5つ目なんですけども女性が男性に対して あなんとか、ちゃんとしてほしいなって、多分思わせるポイントってのは、デートに行った時の会計の時なのかなと思います。うん、会計でもたついたりとか、あーなんですかね、1円単位までこうやって財布の底をひっぺがして出すよりも、会計の時には常に1万円札でお釣りを要求するみたいな形がスマートなのかなと思いますし、まあカード払いもとってもいいと思いますしね。で、ここでこの5点目、私のやり方なんです私はですね、パートナーの女性が、 例えばあ食事中にちょっと席を立ったとかお手洗いに行ったとかね、えー、まあそんな隙をついてお店の方を呼んで会計を済ましちゃって会計の瞬間を見られないようにしていこうかなっていうところですよね 10代の頃からねやってきたことなんですけども会計はまあバレないうちに払っておくみたいなねことがいいのかなと思いますけど皆さんどう感じですかね、まあ、今日はこんな形で、えー、男性視点で申し訳ないんですけども、えー、女性から見て男性に対してこうなってほしくないなこうなってほしいんだけどなっていうものを まあ私の経験とね、学習をまとめてで申し訳ないんですけども、私はこの5点に、まあ、な,なんかね、意識してるかなってところでございます。まあ皆さんもね、こんなところに意識をしたらいいんではないかなとか、私はこういうふうなことを意識してるっていうのがあったら、ちょっとお寄せいただければ参考になりますので、また改めてまとめて、まあ、こうなれ男、ベスト10みたいなのを作っていったりね、してもいいかなと思います。うん、まあかっこいい男性になってきましたね、上村さんね。あの、男性っていうのはね、 ちょっと私の持論で申し訳ないんですけども重い荷物があ重い荷物っていうか荷物が2つあったらなるべく重そうなものに真っ先に手を伸ばして持ってあげるみたいな精神とか。 あとはなんかね、えー、まあ、お菓子とか食事が出てきたら一番最後に手を出すみたいなね、奥行かしさとかっていうのを同時に持っているといいのかなと思います。どうしても今はね、自分の権利を主張したりとか、自分には何のメリットがあるのっていうふうなことで、自分のメリットを優先させてしまったりとかね、自分の権利の主張がちょっと早いのかなっていう気はするんですよ。で、そうではなくて、えーまあ、男,男っていうかね、まあ、私も古い考え方で申し訳ないんですけども、まあ、男っていうのは、 まあみんなが笑顔になったのを見て一番最後にあ、ちょっと余ってるんだったらいいかなみたいなのでちょっとね日本男児なのかなと思いますけどねどうなんですかね最近ね私はねあのまた、えー、男たちのヤマトっていう映画をアマゾンプライムビデオで見てうんであとまあ軍国主義ではないんですけども軍国主義ではないんですけどもあの国を守るためとか愛する人を守るためとかね家族を守るため、えー、そういった気持ちで えーまあ、戦場に赴いていくっていうところがあったと思うんですよね。軍国主義ではないですよ。だからこれが私のに言うマンモス思考なんですよ。うん義ですね。うん、仁義礼地というやつですけども。マンモス思考っていうのはどういうことかって言ったらやっぱり自分の家族を守るために命をかけて、えーまあ、食料を取りに行くとかね。危険なところにまず自分から行ってみるみたいなね。うん。そんな。 強さそれが強さなのかなと思います少なくとも弱いものを食って生きるのが、うん、だまし暗かして生きるのが強さではなくてやばいなとか怖いなっていうところに真っ先に飛び込んでいけるかどうかっていうのが、まあ、男の子の強さなのかなと思いますそのために普段から体力を鍛えたりとかね度胸をつけたりとか、えー、稼げる力をまあ持っていったりとか頭を鍛えていったりするんではないかなと思いますよね。 ええとね、内田さん、それはね、えー、私はそう思ってますあの。女性が強くなったとかね、女性がな,なんかね、社会進出を果たしてきたってのはとってもいいことなんですよ。とってもいいことなんですけども、反面、男には任しておけないっていうところがあまりにもね、えー、目立つ。と私は、えー、思っています、うん。だからもっともっとね、 かっこいい男とかね、ダンディーな男性とかね、イケてる男になっていきたいなと思いますよね。そんな形でよろしいですかね。まあ私もそれを目指しているということでございますんで、まだまだ修行中のところはありますけども、武士道なり騎士道なりね、そういった、うん、まあちょっと考え違いをしているところもあるかもしれませんけども、自己を鍛えることによって問題を解決していく、それが男の自立なんではないかなということですね。 えーまあ、男女同権と言われて久しいんですけども私は男が割を食うところがあってそれを涼しくかわしていくのが、まあ、男性の奥きかしさなのかなと思っちゃいますけども皆さんねどう感じになったんですかね、まあ、女性なりのご意見もあったりとかあの、まあ、女としてこんな自立精神を持ってますよっていうのがあったらねお聞かせいただければなんかすごく発展するんじゃないかなと思います まあ、今回の速家塾ニュースは以上でございます。まあ後半は私の持論になってしまって申し訳ないんですけども、んなるべくね、女性を尊重して、そして同性もど尊重できるようなあ、そんな男の子になっていきたいかなと思います。我々のね、憧れてきたジャッキー・チェンにしても、シルベスター・スタローンにしても、シュワラツ・ネーガーにしても、北斗の県のケンシロウにしても、みんなかっこよくて奥ゆかしくって強いわけですよ。そういう男の子にね、やっぱこの年になったらなっておきたいなというところでございますね。 えー、それでは本日もありがとうございました。